皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。中の人が喋らないタイプのフリー素材の VTuber。 日本語訳で量子を表すクォンタムは、語源であるラテン語のクアンタスから来ており、これは量という概念を持つ単語で、最初にプランクが論文でほぼ今と同じ意味で使ったとのことで、この短い単語にこの複雑な性質の意味を詰め込めたのがちですげえなと思う。ナンバーセブンこと7が電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報、ニュース番組のようにスタイリッシュに、そしてわかりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。今年は3年ぶりに量子力学が受賞。ノーベル賞2025、物理学賞。電気回路における巨子的量子トンネル効果とエネルギー量子化の発見。3週連続でしてきたノーベル賞2025の本解説ですが、残念ながら今年も文学賞と経済学賞の日本人受賞者は出なかったため、本チャンネル毎年恒例のこの物理学賞の解説をもって最後となります。2025年10月7日、スウェーデン王立科学アカデミーは、ミクロ的領域では実証されていた量子トンネル効果が、理論通りエネルギー量子化によってマクロ系でも起きるということを実証した功績を称え、現在カリフォルニア大学バークレー校名誉教授のジョン・クラーク氏、イェール大学名誉教授のミシェル・デボレ氏、カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授のジョン・マルティニス氏の3名に、ノーベル物理学賞の授与を発表しました。受賞おめでとうございます。それでは早速その内容に入っていきましょう。まずは、量子力学の基本的な本筋の部分についてざっくりおさらいしておきます。1900年、マックス・プランクという人がこんな感じのことを考えました。わあ、光がぴょんぴょんするんじゃ。物質の温度と放つ光の色からのエネルギーとの関係を調べる国際放射の研究で、光のエネルギーを表すのに振動数に定数をかけることで実験結果とうまく合致するということをプランクは発見し、これを発表しました。しかし定数を用いるということは、光の根源は連続的ではなく離散的ということであり、当時波だと結論つけられていた光の本質は粒子であるということを表していました。かといって光が波であるということは非常に強力に実証済みな知見ともなっており、プランクはこれに量という概念を当てはめ、波であるが粒子的な側面もある謎の現象として、この関係性をエネルギー量子化説として表しました。少しして1905年、アルベルト・アインシュタインという人がこんなことを考えました。まあ、おならね、光は波であり粒子でもあるとしたらええやんか。そうするとパッ、放電効果が完全に説明できてまったとこで、エネルギー量子化説を受け、光は波であり粒子でもあるという仮定で計算するという、当時としては一見無茶な力技をアインシュタインがやってみたところ、物体に光を当てると電子が飛び出すという波としての仮定では謎の現象だった光電効果が完全に説明できてしまうことが導き出され、光は波でもあり粒子でもあるという光量子化説が提唱されました。しばらくして1924年、ルイド・ブロイという人がこんなことを考えました。まあ、波でも粒子でもあるってどういうことやねん。光って一体何者なんや。問いまでや、もしかして光だけが特別なんやなくて、世の中全部の物質がほんまは量子で両方の性質持っとるんやないか。質量のある電子で考えてみようか。あ、やっぱこれ物質粒子も何の性質持っとるわ。ドブロイは光だけではなく全ての物質粒子もまた量子的であるということを導き、これによりこの時期提唱されたばかりのボアの原子モデルの電子軌道について、電子を量子的性質で記述することで完成に導き、物質粒子の持つ波の性質は物質波と名付けられました。少しして1927年、ベルナー・ハイゼンベルクという人がこんなことを考えました。まあ、電子を観察しとると位置を知れば知るほど運動量が、逆に運動量を知れば知るほど位置がわからんくなるな。あ、そっか、観察することそれ自体が影響を与えるから、それで乱されてわからんくなるんや。時には粒子、時には波として振る舞う量子的性質っちゅうの、こういうのが根幹なんやろな。ミクロの対象に対して観測を行うと、
その観測手法そのものが対象に影響を与える観測者効果が付随するため、実際問題として位置と運動量という物理量は同時に知ることができないとして、これを量子的性質の根幹的な理由だとハイゼンベルクは考え、このことを不確定性原理として提唱しました。同年、ニールス・ボーアという人がこんなことを考えました。まあ、惜しい。ハイゼンベルク君、そうやないんや。確かに観測者効果もあるし、実際問題として大きい要素ではある。いやけどな、観測者効果抜きでも物質の本質は量子なんや。波か粒子かを決めとるのは間人間や。本質的にはどちらでもあり、もっと言うとそのどちらでもないんや。そう、何かの状態は自然としてもともと決まってはおらず、観測して初めて確定するんや。ボーアはこの不確定性原理を含むそれまでの量子論のあらゆる知見を総括し、物質は波と粒子両方の性質を根幹として記述しないと事実とズレが出てくることを説き、これを相補性原理として提唱するとともに、粒子や波という状態は人間が知覚した事象に対してそういう概念を当てはめたのであり、自然の本質としてはそのどちらでもなく、観測者が観測することにより初めてそれが決定するとして遮影仮説を提唱しました。そして今現在、この考え方は数々の実験により裏付けられ続け、エレクトロニクスなどへの応用は当然のこととして、この原理そのものを応用した量子コンピュータも実現し、もはや不思議だけど正しいから常識へと移り変わり始めています。今回の受賞研究についてはここまでを押さえておくと混乱しないと思います。ひとまず、自然は観測者の認識に関係なく普遍的に確固たる存在としてあるという、とっても当たり前で直感的に正しいと感じるものの、よくよく考えると根拠が曖昧なその幻想をゴミ箱に投げ捨てておきましょう。さて、1900年頃、量子力学とはまた別の方面で非常に近接させた電極間では、空気の電気伝導性の理論的予測を上回る電流が流れることが知られていました。量子力学が発展してくるにつれ、これは量子的な効果が関係してくることが予想されるようになり、1920年代頃には量子の存在確率はポテンシャル障壁を超えて確定するということが導かれ、量子トンネル効果と名付けられました。つまり先ほどの近接電極の強電流の理由は、電極を近接させることによって片側の電極の電子の存在確率が対極側の電極の電解と相互作用する位置で確定する確率が高くなることにより、本来の空気分子の伝導性を超えた量の電子が移動することで、そのようなことが起きていたというわけですね。そしてこれは1957年に日本人物理学者の江崎レオナ氏らによって、電子は間違いなくトンネル効果を起こすということが実験で実証されました。こういったミクロの領域でトンネル効果が起こるということは、それで組み上がっているよりマクロな系でも起こる可能性があるということになりますね。極端なことを言えば、人が壁に何度も体当たりをするということを気が遠くなるほど膨大な回数を行えば、そのままスルッとすり抜けてしまう確率も完全にゼロではないということになります。しかし、人間サイズはまず無理であるとしても、原子レベルですらこの確認は困難であると予想されていました。先ほども言った通り、状態は観測により初めて確定します。観測をざっくり定義すると、それについての情報を得ることとなります。情報が全くなければそれはないということになるので、当たり前といえば当たり前ですね。観測には光や音などが代表的な手段となりますが、要は何かしらの波の性質を対象と干渉させることで対象を観測したということになります。波の振動数は高ければ高いほど空間的作用素がきめ細かいということになるので、振動数の高い波を利用するほどよりミクロな領域を観測することができます。電子という素粒子の場合、非常に小さいためどれだけ高振動の波を使っても、この波の幅の中にすっぽり入ったり干渉したりと不安定なことになります。なので飛び飛びに観測され、確率的にしかその存在が確定しないわけですね。こういう飛び飛びにしか観測できなくなることを量子化と言い、量子化している状態のことを量子コヒーレントと言います。つまり、よりマクロな系のトンネル効果を確認するには、その系を丸ごとすっぽり量子化して量子コヒーレント状態を維持しないといけません。しかし素粒子とは逆に、これはより振動数の低い波とも干渉するため、簡単に量子コヒーレントは解除され、見知った振る舞いしかしない物質となってしまいます。そんなわけで、素粒子は常に量子化しているものの、
それの集合体である原子、分子とマクロの系になるにつれ無理ゲーになってくるわけです。しかし1980年、これを可能とする方法が考案されました。超伝導体においては複数の電子の区別がつかなくなることで、複数の電子が結合したようになり一つの電子として振る舞うという現象が起きます。この結合した電子のことをクーパー対と言います。そして2つの超伝導体の間に絶縁体を挟み込むと、単一の電子ではなくこのクーパー対がトンネル効果を起こして電流が流れます。これをジョセフソン効果と言います。そのためこの超伝導体と絶縁体の挟み込み構造のことをジョセフソン接合と呼びますが、このジョセフソン接合を含む電子回路を工夫して作ることで、クーパー対の集団が一つの原子のように振る舞いトンネル効果を起こす可能性があります。つまりこの回路で電流が流れることを確認すれば、マクロ系でのトンネル効果を実証したことになるわけですね。これをレゲット構想と言いますが、この構想が提唱されるやいなや量子物理学者の多くがこの実証実験に乗り出しました。しかしこの実験系には非常にセンシティブな理論の抜け穴がありました。絶対0度付近まで冷やした物質でもごくわずかな熱放射が起こります。ジョセフソン接合では理論的にトンネル効果で電流が発生するということは言えますが、この熱放射も電子に影響を与えることで普通に絶縁体のポテンシャルを超えさせる力があります。要するにこのデリケートな装置で電流が流れることを確認したとしても、それがマクロ系のトンネル効果によるものだと完全に言い切ることができないのです。このなんともしがたい部分を解決し、見事これを実証したのが今回の受賞者、ジョン・クラーク、ミシェル・デボレ、ジョン・マルティニスの三子になります。ジョセフソン接合回路で電流が流れるということ自体は1981年に他の研究チームがすでに達成していましたが、前述の通り熱放射の抜け穴を完全に塞ぐことはできていませんでした。そこで当時同じ研究室で研究を行っていた三子は、熱放射によるノイズを極力低減する工夫を装置に施して電流が流れることを確認したのに次いで、ジョセフソン接合にマイクロ波を照射し、そのマイクロ波の中でも特定の振動数でのみトンネル効果の確率が跳ね上がるということを発見し、1988年に発表しました。先ほどの量子化の話を思い出してください。これはつまりこの系のエネルギーはとびとび、つまり量子化していることを表しています。これによりマクロ系の量子トンネル効果は完全に実証されたということになります。そしてこれは同時に、見る見ないではなく、本当に観測していないなら月は存在しない、本当に観測していないなら鬼畜箱に入れられた猫ちゃんの生死は決まっていない、こんな具合に量子力学の黎明期に挙指的量像との齟齬となると提唱されていた逸話に対し、完全回答を提示することになりました。状態は観測して初めて確定し、世界は観測することで初めて世界として存在を確立します。自然とは日本語の語源としてはもともと自然と呼び、おのずから死から死むという意味を持った単語ですが、本当はおのが死から死めているという事実を21世紀に入り人類は突き止めたのです。この発見は後に我々にとあるテクノロジーをもたらすこととなります。そう、量子コンピュータです。量子という状態の概念が自然の根幹的なシステムとして間違っていないという証明は、量子コンピュータの実現が決して夢物語ではないことを示し、クーパー対を自由に制御する技術は0と1を重ね合わせて持つ量子ビットの開発につながり、ジョセフソン結合回路はさらに改良することでその量子コヒーレントを破壊せずに読み取る技術の開発につながりました。これはもう完全にノーベル賞級の研究ですね。むしろ遅すぎたんじゃないかとすら思います。ところで今回の受賞研究とは全く関係ないことですが、ノーベル物理学賞の受賞者にはやたらジョンという名前の人が多い気がします。歴代を見渡しても結構ジョンがいるのですが、近年は特に多く、去年受賞の人工ニューラルネットワークの研究で一人、その前年は飛ばして2022年に CHSH ベル不等式の破れの研究で一人、そして今年はなんと2人のジョンが同時に受賞と、かなりのジョン率になってきています。ノーベル賞の候補を調べている専門家の方が世の中にはいらっしゃいますが、そういう人が毎年挙げているリストの中にジョンがいたら、今年はジョンが取るわと言っておけば結構な確率で当たるかもしれませんね。今回の関連論文も多数あるため、
ジョセフソン接合のエネルギー量子化の発見により巨子的トンネル効果を完全に立証した。サイエンス誌掲載の1988年の論文をピックアップしてご紹介します。限定アクセスとなっていますので、閲覧できる方はぜひ見てみてください。それでは今回はこれでお別れです。気に入りましたらまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。オツグレッシブ。この動画は我が国における科学知識の一般理解及び科学知識のエンタメ活用を推進するプロジェクト PSN インほとばしる科学講座とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。